藤谷れんじろうです。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、まあ、3分程度で終わろうかと思いますので、最後までゆったりしたおおらかな気持ちでお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。その上でその曲いいなと私も思うよとか、そのアーティストいいなと私も思いますという方は、ぜひともチャンネル登録またいいねで、あるいはその両方でその共感を示していただけると私にとって励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画は、我が最も敬愛するポップアーティスト杉正道さんが他のアーティストに提供した、曲を集めたミスターメロディーという6枚組の、CD セットの中から季節感などを考慮して私が、まあ、いい曲選ということで、4日と14日にご紹介しております。ミスターメロディーいい曲選の企画なんですが、そちらでですね、最近ですね、したがってミスターメロディーには入ってないんですが、ぜひともこちらの曲を紹介したいというのがありましたので、ミスターメロディーの番外としてご紹介いたします。その曲は何かというと、長江健二さんが、バックトゥーベイビー、まあ、還暦ということですね、で、という配信アルバムの方で、取り上げられましたあの杉正道さんのオーバーラップというアルバムにも入ってますし、車のコマーシャルソングとしても有名です。名曲キャッチユアウェイ、キャッチアウェイというやつですね、こちらを長江さんが取り上げられましたので、そのニュースをお届けするとともにご紹介いたします。曲としては杉さんのキャッチアウェイ、オリジナルとほぼ変わらないアレンジで、ちょっと楽器だけ違ってますけども、ほぼ違和感なく聴けます。そしてキャッチユアウェイという CBS ソニーに来てからの杉さんらしい、この弱い部分とかおちょこちょいな部分みたいなものを肯定する、でも君らしく生きればいいんだよっていう、そういうメッセージを強くじゃなくてちょっと優しく柔らかく伝える曲、その感じを長江さんの声はやっぱりとっても違和感なく、聞きやすい感じで表現してくれています。このアルバム Back to Baby という長江さんのアルバムはですね、この還暦記念として最近出たものなんですが、以前伊藤銀次さんの、これはまさしくオリジナル新曲として長江さんに提供されました、高輪ゲートウェイ、ところでバイザウェイ、トンナンシャーペの久保田さんと一緒にだったと思いますが、提供された曲も入っているこのアルバムの中に、杉正道提供曲としてキャッチユアウェイのカバーもありますので、ぜひとも聴いてみていただきたいと思ってここに取り上げます。どういう感想を持たれるか、長江さんの声とやっぱり杉さんのメロディー合うなというふうに私は思うんですが、リンクが貼れますので、概要欄の方にこの長江健二バージョンキャッチユアウェイ、ご紹介しておきますので、ぜひ聴いてみてください。今日は、杉正道さんのミスターメロディー、ミスターメロディーからその番外として最近の、長江健二さんによるカバーキャッチユアウェイ、ご紹介いたします。概要欄からぜひ入ってみてください。また来月の4日に、ミスターメロディーいい曲選やりますので、ぜひともそちらもご覧いただけますようにお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひともチャンネル登録といいねの方もお願いいたします。それでは失礼します。